日本一真面目のバンドは 2.1 の甘いのやいくがぜです。ちょっと今すげえ噛んだけどね。はい、2.1 というバンドの、ギタリストやっております甘いのやいくがぜです。はい、ですね、今回はね、いつものガラパゴスバンドマンのお話じゃなくて、まあ我々、今回はね、ちょっとね、我々 2.1 流のメンバー、我々天宮幸和と、もう一人ボーカルの、マテ姫シェリーの、まあ趣味のお話をさせていただきたいのと、その時に、めちゃくちゃヒヤッとした時のお話をさせていただきます。ですね、我々ね、2.1 流はですね、まあ、昨年のね、2月ぐらいから、サバイバルゲームすごく本格的に始めたんですね。で、もともとね、我はね、もう、10代の時からサバイバルゲーム大好きだったんですけど、まあ、ある時、バンド活動がちょっと忙しくなったり、ちょっと自分のプライベートの仕事が忙しくなったりして、まあ、ちょっと、結構ね、離れてた時があったんですよ。でも、世代的にはもう、エアタンク背負ってる世代だったんで、サブウェポンが、まあ、これ、東京マルイの、ベレッタ、タクティカルマスターの、カスタム、割れカスタムですね。まず今これついてないですけど、マガジンはロングのマガジンに、そうですね、ちょっといじってあります。車速っていうのかな。まあ、ちょっと色いじってます。で、あとはこの、アンダーの中のやつとかも、あとちょこちょことこの辺もいじってますね。まあ、別にそんな初速すごく、すごい速くなるような、あれではないです。ちゃんと通ります。その証拠にここに、遊び場、桜木町店のステッカーが貼ってあります。はい。で、まあ、もちろん、ゲームに参加するときにね、ちゃんと所属計算されるんで、メインウェポンがですね、これです。あれ、あれ、ね、こうやればいい？ちょっと待って。実は今ね、目が見えてないんですよ。実は目が見えてなくて、これは、P90、ファストさんの、カスタムの、P90 です。はい。で、これは、まあ、ほぼほぼ、まあ、ファストさんでいじってる以外は、ここのバレルをちょっと、いいやつに変えてるぐらいで、まあ、ちょっとそれでも強いんで、この、なんか、弾速を少し緩めるアダプターつけてます。これしないと基本的に我々ゲームに参加できないんですね。で、ちょっと前までここにいろいろとつけてたんですけど、基本的に最近室内なんで、室内プレイが多いんで、あんまりサイレンサー長くても邪魔かなっつって、実際こうやって構えてやると、こうやって壁にバチカンぶつかるんですよね。で、あともう一つ、ちょっと悩みがあって、サイレンサーつけると、まっすぐ飛ばないんですよ。で、そういうのもあって、ちょっと今、外してます。今回ちょっとヒヤッとした話っていうことで、これについてお話ししたいと思います。はい、アイウェアですね。アイウェアっていうのがね、いわゆる普段はゴーグルつけてるんですけど、ゴーグルだとすごい曇っちゃうんですよね。で、あと、まあちょっと汗っかきなんで、ちょっと暑苦しいかなっていうのがあったんで、最近こういうのに変えたんですね。で、これもこれですっげえ怖い、ヒヤッとしたことがあって、何かっていうと、このレンズが外れてることに気づかなかったんですね。っていうのも、そうです。これを買って、じゃあゲーム行こうっつって、まあ行きました。た時に、ゲーム2、3ゲーム楽しんで、で、まあ普段は帽子と、いわゆるマスクつけて、で、これつけてたんですけど、帽子とマスクがくっついちゃってたんですよ。まあ別にいいんですけど、引っかかってたんでいいんですけど、その帽子を外した時に、このアイウェアがバチカンって一緒に外れたんですね。で、後ろに飛んでって、落ちたんですけど、その時、何の気なしにやったんですよ。で、その時に、だと思うんですけど、実際、ゲームでやって、多分4時間ぐらいやってたんですかね。終わりました、った時に、ゲーム仲間の人が、レンズが落ちてましたよ、つって、カウンターにお店の人に渡してたんですよ。館内放送で、こういうゴーグルつけてる人いませんかって時に、あ、あれもこういうタイプだ。と思って、しまってあったケースから出したら、レンズが外れてたんですよ。これだと思って。ってことは、最初の2、3ゲームの後に外れてたんですよ、すでに。で、その後もずっとゲームに参加してたんですね。だからもしかすると、外れたまんまやってたんで、もしかするとそのまま当たってたら、もう結構とんでもない大怪我するところだった。ものすごくちょっとね、また秘密してると、ちょっとほんとヒヤッとしたことがありました。で、ほんとにね、このゲームって、すげえ楽しいんですけど、
夢中になると結構見境なくなっちゃったりすることもあるし、まあいわゆるその時もあったんですけど、まあちょっといろいろとトラブルではないけど、ちょっと、っていうのがあったんで、まあそこは一個なしだと思うんで、まああえて話すこともねえかなと思うんですけど、まあ本当に、この、まあ本当に防具っていうんですかね、防具に関しては、本当に細心の注意を払わないと自分がめちゃくちゃ大怪我するかもしれないんで、本当に気をつけた方がいいと思います。本当に、レンズが一個こっちだと思うんですけど、外れてたんですよ。このままなくなってたんですよ。怖いじゃないですか、そんなの。まあもちろん確率は低いかもしんないけど、万が一自分の目にちょっと裸眼で当たったら本当大怪我するんで、こういうことは本当にね、気をつけた方がいいです。で、本当に、これね、もしね、なんかね、例えば、チームメイトとかでも、あれなんか、それついてなくねって思ったら、遠慮なく、ちょっと声かけた方がいいかなって、我はその時思いました。もし自分がそう思ったら、相手にも教えるし、我も教えてほしいし、はい。はい。というわけでね、今日はちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、このアイウェアとかの、このレンズの部分の、あるなしとか、一応ね、サバゲーム仲間なんで、一応声かけたり、お互いの安全確認を、向上させて、安全に、ゲームを楽しんだ方がいいと思います。はい、以上です。というわけで、前置き長くなっちゃいましたけど、ちょっとヒヤッとしたお話でした。はい、それでは 2.1 の天の宮駅風でした。